はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、実は、裏でね、ちょっともう作業しまして、裏ステージ、5連続裏ステージというものをね、挑戦してみました。その結果は入手できたかどうか、まだちょっとスキンの欄は見せないでおきます。はい。最後までいけたのか。ちょっと良ければね、動画の最後の方にね、5連続、載せておくというか、結構そっちがメインになるかもしれないんですけど。で、もしね、ここで、裏逃げっていうか、青逃げして裏ステージもクリアできたら、この一戦やるんですけど、まあ、そしたら6連続になりますので、はい、一応、こちらもね、できればチェックしていただければなと思います。こちらも、行きたいね。で、新シーズンがあと1時間20分後に、まあ、出現するので、まあ、それも楽しみなんで、一応ね、多分動画の最後にも、言ってると思うんですけど、18時に、その新シーズンのね、内容の方は、まあ、動画にさせていただきたいので、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ行きましょう。いや、もう今日はね、ずっと、もう朝、お仕事、もう昨日のね、夜にまあ一応お話で、昨日の夜っていうかまあもう、昨日か、裏ステージが出現するって聞いてからね、まあ一応、あと新シーズンが始まるっていうことで、あれなんですけど、一応仕事の方はね、そのお休みに、なんだかうまく調整してさせていただいたので、もう朝から、なんで宝箱早く開いたの早すぎないかい？で、まあ、なんだろうな、その、裏ステージをまあクリアしたいというかね、なんとか、その、限定スキンがまあ、タヌキさんなんですよね。ポンポコタヌキなんですけど、まあ、タヌキはそんないらないけど、まあでもとりあえずクリアすることにね、興味があるので、そうですね。なのでまあちょっと朝からお休みを取ってずっと朝やってました。はい。もうずーっとやってました。そうですね。まあ YouTube でちょろっとって見て、休憩してご飯食べてずっとやってるみたいな、そんな状況で、なんとか裏ステージまあ5回。行くことができて、で、まあ動画内、その後半のね、動画で言ってるんですけど、まあ緊張して手が震えてね、その裏の裏じゃなくて裏ステージが、だから普段結構僕動画内で、じゃあ裏ステージやりましょうかって言ってると結構クリアしてると思うんですよ。で、プライベートでもまあクリアしたりしてるんですけど、さらっと。今回ね、結構もう8連敗とかしてました。だから、最初1回目要は動画で1回ゲットできたんですけど、あの時は2回で、裏の裏ステージまで行けたんですよね。昨日の動画。あ、今日の朝か。今日の朝の動画。よかったら見てほしいんですけど。で、じゃなくて、その1回目。要はこの動画の裏ステージ目指す1回目に1時間ぐらい費やして、もう8連敗かな。裏ステージで8回も負けて、もう手が震えたり、もう安牌なとこ選んじゃうんですよね。なんかリラックスできてないというか、だから、やっぱり、まあ、野球やってたんですけど、その時にも監督がもう、行き止まりだった。詰まってた。ごめんなさい、これもう一回やります。ごめんなさい、もう、まあ、全く関係ない話をしとるからこうなるんやでと。ごめんなさい、でも話させてください。監督がね、もう精神面、メンタルを鍛えろと。もう、俺、なんかね、そのチームが、まあ、結構、ガチの、高校だったんですけど、で、その時に、監督が、その技術があるやつを確かにやるが、俺はメンタルが強いやつをレギュラーにするって言われて、でメンタルどうやって育てればいいんじゃろうって思って、バケツ、氷水かけてバシャーってやって、メンタル鍛えたろうと思ったんですよ。そしたら風邪ひきましたね。はい。で、どんだけメンタルが大切かっていうのが、すごい今回の裏ステージやって分かりました。本当に。はい。あ、この裏ステージっていう名前のやつはね、コメントで、っていうか、青鬼さんのツイートで見たので、まあ、そちらもちょっと動画にしますのでね、よければちょっとそちらをお待ちいただければと思います。ごめんなさいね、ちょっと名前の件なんですけど。よし、じゃあ行きましょうか。いやー、ちょっと悲惨な結果でございましたから、ここで青逃げして、裏ステージ行って、裏ステージ行って、5連続行きたいと思います。で、裏ステージ、わかんないですよ。この試合で裏ステージ行って、裏ステージもしクリアしてて、入手したら、もうこのスキンは入手されましたってなってる。かもしれないですかね。まだちょっと動画、後半のね、動画を見ていただきたいので、ちょっともう何にも一応ね、伏せさせていただきますが、まあどうなったかとかね、ちょっと何もちょっと、ぜひ、この動画の後半、できればこの試合も見てください。あ、じゃあもうこの試合、もういいわ、別にええわ、みたいな。もうミンクってええわっていう感じはちょっとやめていただけたら、どうした ?2 体同時に降ってきたと思ったら、あなた動かないんですね。じゃあ1人は機能停止といったところ、よし。いいですね。
じゃあちょっとガスマスク欲しいんで、ガスマスクを詰めに行きたいけど、まあでも正直なんか落ちてるキラキラ拾ってもいいのかなと思いつつなんですが、まあでも宝箱取れる分には取っておきましょう。ここは結構広いんでね、逃げやすいとは思うんで、あの囲まれたとしても意外と逃げれるステージなので、まあでも絶対僕この鉄球のところはできるだけ避けてます。確定だとしてもなんか怖いんですよね。だからできるだけこの鉄球のところは避けて、もう本当に最後のね、そのなんだろう、もう中央が鉄球になっちゃった時以外は僕結構ここ寄らないですね。なんか強者さんでも鉄球でやられるみたいな感じでよく聞くので、あ、じゃああんまり鉄球もう近づかない方がいいのかなっていう。やっぱり鬼に追いかけられてる分にあんまり事故は起きないんですよね、正直言うとね。まあ二人とかで囲まれてアボーみたいな感じはあるけど、危なそう、今こういう感じになるから、トライアングルさんやめて本当に。あー、こういう時はまずいですね。ちょっと一回落ち着いて、今は多分挟まれる直前だったんですけど、もうこうなったらもうここ通っていくしかないですね。仕方ない。でもできるだけギリギリまで引きつけて、その鉄球が行ってから行った方がいいですね。あとそれか真ん中を走る、ここの真ん中、ここだったら、まあ、もし仮にこうやって出た時に鉄球が出てきたとしても、こう出てきたとしてもこう下がれるんだよね。でもで最悪も鉄球に当たるぐらいだったらガスマスク当たりましょう。ガスマスク使いましょう。今この状況ですね。この状況の時はほらこういう感じでいけるか。オッケー、ガスマスク。でもうここ中央じゃないんだったらこれも早めに移動しよう。あれ、ちょっとちょっとバカタレー。いや、ちょっと申し訳なかったです。とりあえずじゃあ5連続、今から多分裏ステージをクリアしたところから毎試合始まってると思いますので、よければ見ていただけたら嬉しいです。さあ、果たして限定レアスキンはゲットできたのか。じゃあどうぞ。よし、さあ行きましょう。裏ステージまず1回目ですね。結構時間かかる。プレイヤーの方強いんだよな。でさらにね、裏ステージね、なんか普段まあ動画とかでなんか喋りながらなんかこうやってみたいな感じでやると意外となんかレアスここまで来れたりするじゃないですか。実はこれ8連敗中でして、あの裏ステージ最初多分動画にしたのはなんか2回ぐらいでいけたんですけど、もう緊張しちゃって8連敗しました。ようやく開けます。いきます。さあ行くぞ、裏ステージ来い。4方向だけど、とりあえずどういう戦い方すればいいのかな。とりあえず正面からのが一番怖いのかな。意外と当たり判定は緩いのは分かったので、この前の動画でね見て、意外と当たり判定が緩い。あ、こっからか。うわー、ちょ待って、正面見てなかった。え、これどうすんの。あ、ドクロに、あーしよ、もう最初あの石像が来るもんだと思って普通に行っちゃった。やばい、ちょっと待って、これ本当にやばいんじゃない。もう神かよ、超面白い。よーし、2回目。なんか、ちょっとやっぱり緊張してる。6連敗した後にようやく行きましたね。ちょっと時間かかりすぎてます。じゃあ行きましょう。2回目の裏の裏ステージ。もう今度はしっかり見よう。先をまず見て、余裕を持とう。さっきは全然余裕なかったので。行きます。さあ、先はまだ見えないね。どうなってるかわからない。そして、裏の裏のね、真の千手観音鬼の動きを見たいのと、当たり判定。当たり判定はそんなに高くないと思うんだけどな。これいけるね。こっちいける。わー、セーフ？え、なんで？え、どこ？いけんのか？よし、来た！で、次。ファイト、ファイト、ファイト！ちょっと待って、これ見よう。まず、いや、これどうなんだろう、この先もわかんないからあれか。ど真ん中でいいんだったら、いや、違うな。端っこの石像を下にやって、ど真ん中の石像1個どかして下に下がっていくのか。いやー、これは時間かかりそうだね。面白い。よし、じゃあ3回目行きましょう。ラストになるかな。なんだこれはと。裏ステージ、行きましょう。わかんない。もしかしたら5連続になってるかもしれないですけど、行きます。さあ、リベンジを。2戦目、さっきのね、反省を生かしつつ。でも、ステージが結構変わりそうな気がするんだよな。まず、ここで耐えるでしょ。で、何がやる、うわべ！やばいわ、これ。
面白すぎ。さあ、じゃあ4回目になるかな、わかんない、もしかしたら区切ってるかもしれないですけど、行きましょう。さあ行くぞ、裏ステージ、果たしてどうなるか。多分これあと2回ぐらいやりたいので、2回ってこれ含めてね、5連続にしましょうか。行きます。手が震えてる。ちょっと本気で狙います。そうだね、これ前の方がいいな。前行って、はい、待って、どうする、考えろ考えろ。あー、右か、右に行って席、難しいな。よし、じゃあラスト行きましょう。これでダメだったらまた夜にね、がっつりっていうか、まあこの後も多分撮影すると思うんですけど、なんとか最後まで行けるように頑張ります。ということで、じゃあ行きましょう、裏裏ステージ、行くぞ。アマックス村さんどうもです。さあ行くぞ。とりあえずまず最初は前進が良さそうですね。最初は待たずにもう前行く。まぶれたい、ちょ待って、もう待って、トゲは効いてないわ、下手くそだな。いやー、申し訳ない、今回本当に申し訳ない。はい、いやー、いやー、ということで、ちょっと残念ながら5連続やってみたんですが、やっぱりね、難しいですね。最初はちょっと慣れだと思ってるので、まあ何回もやられて何回もやられて、まあちょっと覚えていって、まあ裏ステージもね、最初はもうこんなクリア無理だみたいな感じで思ってたので、それがもう結構ね、もう安定してクリアできるようになってきたと思うので、まあ、なんとか裏裏ステージ慣れて、まあ、裏の裏の裏の裏は表だろっていうツッコミはね、置いといて、まあなんとかね、頑張っていきたいと思います。ということで、ちょっとね、多分この後今投稿されてる頃の1時間ぐらい前には、まあ、新シーズンが始まってると思うんで、18時からね、要はこの2時間後かなに新シーズンの動画を出したいなと思っておりますので、新キャラとかね、ガチャとか、あと新青鬼とかもちょっと見れたらなと思っておりますので、よければね、見ていただけたら嬉しいです。明日以降もガンガン出していきますので、よければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あとベルマークもよろしくお願いします。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。